かわいい、すべてがかわいい。ごつい、ごつい、ごついですね。ごつい、おじさん二人が。かわいい、かわいい。効果音がかわいい。かわいいですね。ピョコンって。はい、こんな感じですね。あら、かわいい。立ち姿もかわいいですね。はい。でレーザーで通常攻撃で通常結構範囲、はい、結構広いですね。広いと思います。道が長い、はい、うん、ちょっと今回 C じゃなくて E を取り行こうかな。 E 取り行こうかな、いい、はい、はい、通常移動も結構早めですか。いや、ディフェンダーなのでそんなに通常移動はそこまで早くはないですね。はい、で、敵を無視して回復することが、はい、できます。わー、はい、本当だ。はい、はい、じゃあ旗取りますよ。いいよ。通常攻撃3発で吹っ飛ばす、飛ばせる。うわー、はい、これロジャーさんの攻撃にも対抗できる、はいはい、さっきやりたかったこれで、スキル1でスキル1でも吹っ飛ばすと、はい、中に炎がついてると思うんですけど、はい、その時は、はい、通常攻撃効かないですね、はい、で抜き始めていい。はい、じゃあ抜きます。まあ、スキル値がまた溜まったまると、で、早いという感じとなってますね。はい、はい、はい、でまだまだ抜こうとしても、はい、やめろ、うわ、あ、ごめん、カイドウも当たった。カイドウが巻き込まれてますね。はい、こんな遠くまで、はい、もうロジャーで抜けないと。通常攻撃でロジャー止めれるのすごいな。そうですね。いや、本当だよこれ。結構範囲も長いんで、はい、うわ、あ、ごめん、カイドウに当たった。カイドウも、カイドウも死にかけて、はい、うん、でカイドウじゃあ裏取りしてもらって、裏取りしたところもついていってスキル1上げて石川にすぐ阻止できて、裏取り許さない。うわ、でメロメロメロも結構範囲としては広いんで、あ、範囲広っ。うわ、強い、これ相当強そうだな。いや、ちょっと裏取り、まあ、裏取りしちゃいますよ、裏取り。さあ、この隙に裏取りと思ったら、これいつも俺やりたいやつ。キットもう一回握ってもらって、はい、で、まあ、キットだった場合は、まあ、石化にできるので、うわ、はい、すぐ倒されちゃいますね。石化で KO、これは結構範囲が長い、ね、強い。これぐらいは結構当たりますね。はい、これ範囲広くらだいぶ要塞感出ますね。そうですね、はい、固まっちゃった、固まったいい形です。これは非常に強い機動力もあるディフェンダーになってるかなと思っております。気配がしますね。はい、はい、こちらで以上になります。いやー、すごい。